こんにちは、リクルート事件と並んで多分この高林の中の2億円というのは最近の話題の双璧であろうと思いますが持ち主が分かったということでかえってこう謎が深まりつつあるそんな感じがしますね。不明の部分が大変多いということでまた井上さんに取材に行ってもらいました。お願いします。はい、取り調べに当たっている神奈川県警ではさらに詳しい事情というのをその会社社長から聴取をしているわけなんですけれども、まず昨日の夜行われました神奈川県警の古賀刑事部長の会見からご覧ください。持ち主の方でございますが、東京都内の大田区に所在いたします商事会社の46歳の役員の方でございます。金額の点につきましては2億数千万円であると記憶しているということでございます。現金を現場に置かれました時期につきましては、昭和62年の10月中旬か下旬の早朝に現場に置かれたということでございまして、その現金につきましては切手などを売って得られたもので、それを保管されていたということでございまして、個人のものであるということでございます。なぜ、そのような高額の現金を現場に置かれたかという点につきましては明確なご説明を得るに至っておりません。小中さん、この一番最後のなぜそこに置かれたか、そうですね、ここを聞きたいんですよね。そうなんですよね。だから早朝置くっていう、早朝でも置くっていう、あまり見られたくなかったんでしょうかね、置くところをね。そうですね、置くっていうのは白昼堂々と銭湯の棚に置くとか、こういうの本当にいいですね。そうですね。でこの2億円というのは今のお話にもありましたように、東京大田区内で通信販売の会社をであるオリオン商事というところの、社長の野口和康氏個人のものであるということなんですけれども、ちょっとこの、ご覧ください。野口社長の自宅がですね、ここは横浜市の港北というところにあります。そしてここが、現金が置かれていた、いわゆる置かれていた場所なんですけれども、ここはもう本当に 2.5、6キロという感じですから車ですとすぐですね、ここは社長からの通り道になっておりますが、ここが大田区内のオリオン商事で、ここに関連の子会社があるという位置関係になっているわけなんですけれども、この社長はこのお金というのは切手などを売って得たお金で、竹やぶには捨てたのではなくて置いたものであるというふうに答えているわけなんです。はい、どこの世界にこういう大金を竹やぶに置く人がいるのかと大変不思議なんで、その動機もまた依然謎ということになってくるわけですが、ただこれまでの報道で推測されておりましたように、国税庁の査察を逃れるため、つまり脱税のお金ではないというふうにご本人は答えておられるということなんですね。オリオン商事ってのはさっきも通信販売の会社ってね、はい、言ってられましたね。もともと従業員もほんの数名という小さな通信販売の会社で、うん、少年雑誌などに広告を出しまして着々と事業を伸ばしてきたんですね。で野口社長の経営信念というのが現金取引ということでして、日銭の入る通信販売で無借金経営ということで、経営はどんどんこう拡大、事業を拡大していったようですね。で通信教育や金融業にも手を広げて、5年ほど前からは不動産の方にも手を広げていったということで、大変こうお金がどんどん入ってくるということなんですね。61年の売上高24億円会社名を見るとなんか11ぐらいある。そうなんです、たくさん関連会社にありましてね、その一つの関連会社、健康器具販売の会社1社だけでも、1ヶ月に4600万円の売り上げがあるというようなこともあったんですけれども、大変ワンマン経営ということなんでしょうかね、アイディアもあれだし、経理にも大変うるさい方だったということですが、奇妙に重なってくるのが、不動産業が一番利益を上げた61年のから62年の間に帯封の日付があって、それが一致しているということもありますね。これからいろいろ真相が明らかになってくると思うんですけれども、今回持ち主が判明したということで大変なショックを受けていらっしゃるのはこの方ではないかと思います。お話を聞きください。割とね、早く認めてくれたという形はね、ある意味ではほっとした形もあるし、もしこのままね、ずっとね、分かんなければね、さらにあと5月ぐらいはね、苦痛になるとは思ってますけどね、早めにね、分かった時点で、良かったなと、うちの家内もそう思ってるしね、私もそう思ってます、これ。そのまま
佐藤さんの手になったかもしれないお金が、うん、まあ、20% なり 5% から 20% というふうにこう減ってしまうわけですよね、うん、まあ、その辺での複雑な思いっていうのは、いや複雑も何も、まあ減った方がね、気持ち的には少し心がね浮くんじゃないかと、まあそんなふうには思いますけどね。奥様はどんなふうにおっしゃってらっしゃる？あ、同じ気持ちですこれは。なんか損しちゃったなみたいな、まあ、これは私たちこうサイドにいるからそんなふうに思うのかもしれないんですが、うん、いや別に損はしないですよね。ただ1週間のね休みと一応そういう、まあ、精神的なね、まあ、苦痛の代償にすれば本当はねあまりにも大きい額ではねあるけどね、まあ買いには帰らないそういう精神的なね、まあ、経験もしましたし、まあそれなりにねいただこうとそういうふうに一応思っています、うん、この 5% から 20% ってのはなんか請求できる権利があるというようなことだそうですけど、うん、どうですかその権利を施行します、あの主張しますか？いや、やはりねいただけるものであればね 20% をいただきたいと思います。 20%、うんうん、どうですか商売を始めてお客さんが変わったなんてことあります？うん、変わった大人はね、まあほとんどマスコミ関係だと思ってます。まあその点は大体ね 100% 上がってましたからねこれね。あ、そう、うん、マスコミ関係のお客さんが増えたということですか？そうね。うん、なんか怖いというような不安感はなかったですかこの1ヶ月の間で？うん、1回ほどありましたけどね。あ、どんな時でした？裏の方がね、まあたまたまガサガサ音がしたんだけどね。自宅のですか？いや店の裏ですけどね、まあ猫らしいんですけどね。本貫さんご自身の体験からしてこれからどう振る舞っていったらいいでしょうね？もうごく自然にですね、あまり周りの目も気にしないでいいんじゃないですか、うん、まあマスコミの反響でですね、ちょっと外へ出た時にも、うん、名前をね尋ねられたりそういうこともあると思うんですけれども、もう法に基づいてね、正々堂々と権利主張なさってもいいと思うし、まあ隠れることもなく堂々としていただきたいと思います。しかしどうもよくわからないことが多い。うん、拾った方は確かにね、いろいろこう振り回された感じはあるでしょうけれども ね、 ね、法律的にやっぱりだいぶ微妙なことがあるようですね。そうですね、置いたっていうのとこう捨ててあったのを拾ったっていうのが大きな違いが出てくるわけですね、うん、で遺失物の場合こう拾った捨ててあったのを拾ったっていう場合には第一発見者には総額 5% から 20% の礼金が、うん、拾ったっていう場合には全額ですね、ごめんなさい、拾ったっていう場合は全額その人のものだ、うん、捨てたものであれば、つまり本来の持ち主が捨てたという、捨てたものであれば、うん、ただ知らない方は置いたと言ってるんですね。置いたっていうともう大変微妙になってくるわけなんですね、うん、本人が自分の意思で置いたっていうのですから、その辺が微妙になってくるというわけです。ただ拾ったっていう場合は総額の 5% から 20% の礼金が、うん、支払われるというわけですね。その遺失物であるということがに限ってそうなんですよ。ですから1億3000万円ですと2600万円でもね、僕思うに拾ったっていうことが成り立つにはね、やっぱりね、それはね、落としたっていうもんでないといけないと思うんです。そうなんですね。持ち主が落としたっていう場合、何でもそこにあったから拾ったっていうんではなくて、誰かが落としたから拾ったんで、誰かが置いたり誰かが隠したりしたものは拾ったっていうふうには言えないんじゃないですか。そうなんです。ですから今回が大変微妙になってきた。両方合わさって拾ったっていう行為だと思います。でもね、置いたって言ってもですね、1億数千万円をですよ、よその人の竹やぶのところにですね置いて、なおかつ2年間取りに行かなかったって、それは置いたって言えますか、ね。まあ、だからもう責任放棄だとも言えるし、ね、もっと言えば放棄どころか書く何かをね、こう知られたくないことが、そうですよね、当然。なんか落としたって申し出なかった割には、うん、置いたとかってなんか自分の権利も